はい、6月23日ですね、金曜日ですが、日経平均から 見ていきましょう。はい、日経平均が22円16銭高、2132円67銭ということで、まあ、小幅高ですね、0.11% 上昇。3日ぶり反発ですかね、これは。ということで。戻ってまいりました。トピックスだと、なるほど。まあ、その同じようなもんですね。やや日経平均のが、部があるというか、なんというか。はい。ということなんでしょうかね。ですね。今日はちょっとコメント触れていきたいのもあるんですが、都議会選のですね、告示日ということで、まあなんか、この時期になるといろいろいっぱい電話かかってくるんですよね、ちょこちょこね。まあ、もうないのか。もうないのかもしれないですけど、何日か、まあ一週間ぐらい前とかは結構多くて、やっぱり行政書士会絡みで、なんですか、東京都行政書士会政治連盟みたいなのがあるんですね。で、それに入ってる。で、まあ、いろんなところ、なんか講演会とかから電話がかかってくるんですよ。でも、誰が誰だかよくわかんないし、もう、都議会議員ぐらいだったらさ、ですね。で、まあ、一応こう、行政書士会によくしてくれている方たちもいるので、まあ、そういう方はもちろん応援したいのはしたいんですが、なんか講演会に、加入する形でいいですよねみたいな電話がいきなりかかってくるやつとかいて、いやいや、ちょっと待てと。そんなつもりはさらさらないと思ってですね。だからなんかこう電話かける人たちも、その名簿がどっから来てるかも多分よくわかってないんでしょうね。で、まあ何かしらの形で応援したとか、なんかこうね、名前を書いたからそこにその名簿に入っているって思って電話かけてくるから、当然講演会も入るよねみたいな手でかけてくるんでしょうけど、全然そんなつもりはないので、ふざけんじゃないと いうね、ところはありますが。はい。そんなことで。そうですね。引き続き、電子部品が良かったようなので、どうでしょうかね。ないですね。戻って、村田見ましょうか、またね。村田製作所。村田製作所が17,460円、215円高ということで、1.25%上昇、また、年初来高値更新ということですかね。で、あと、まあ、太陽よりは安い。そうですか。TDK 変わらずと。まあ、そんなでもないです。なんかこの辺が見直されているとかっていうような動きだっていう話なんですけど、別にそうでもないですね。村田だけ頑張ってるっていうような感じかなっていうところの方が正しいような気がしますね。こう見るとね。トヨタ、17円安5,860円。トヨタが見直されてきたんじゃないかみたいな話もありましたけど、まあやっぱりそうでもない。自動車も来てんじゃないかみたいな感じもありますが、まあ、騙されちゃいけない。そんなことはないということですかね。ちょっとランキング、業種別のランキング見てみましょう。さらっとですが、やっぱり任天堂がまた高いんですね。後で見ますが、任天堂がまた高値更新ですね。8年ぶり高値とかなんとか、そんな話だったかと思いますが、結構業種別で見ると高いところが多いですよね。で、あんまり、あれですかね。まあ、内需がやや弱めなんですかね。こう見ると。という気はしますが。まあ、情報通信、小売、建設、食料品、水産の売りあたり。まあ、弱いので、まあ、そんなところかなと思っております。あと、その他金融ですね。アイフルとかアコムとかだったと思いますが、
レーティング引き上げっていうところが出てました。どこでしたかね。日光か。日光で、出ているということで、ちょっと、iFull だけ見てみましょう。iFull 19円だから408円ということですね。まあ、売買高もかなり大きいと。話通り過ぎちゃったんですけど、都議会選ということで、まあ、小池、都民ファーストですか、が強いんでしょう。やっぱりこの自民党の支持率低下している中ですね。まあ、余計なミスがなければ、そんな形でいくんだと思うので、まあ、都知事関連銘柄とかですね、そんなところをさらっと見たいなと思います。ちょっとだから、あれですね、都知事選で話題になってたあたりとか、政策を発表したあたりで話題になってたところを、見ていきたいと思うんですが、電線地中化を最近ちょっとまた聞かなくなっちゃいましたが、乾電工ですね、3円安1192円。乾電工とか、この電気工事系の銘柄は多分それに関係なく上がってると思います。で、乾電工に限らず、東京に限らず、多分中電工とかでも何でも、こんな形で上がっていると思いますね、今ね。はい、中電工です、こちら。22年だから、1961。で、電線地中化でバーッと上がったところが、多分この辺は、工技です。6円安227円ということで、まあもうちょっと材料銘柄的な感じになっちゃいましたかね。で、ここら辺は、富士倉ですが、結構光ファイバーっていう側面からのですね、電線、銘柄、電線 5社でしたっけ、大手。まあ最近、まあちょっとここ1、2週間横ばいになっちゃってますけど、まだ高値付近ということで、古川電工とかもそんな感じですかね。はい。あとはですね、待機児童系のところですかね、幼児活動研究会、25円安1218円ですが、ブワッときてますね、どうですかね。JP、11円安296円。ちょっとまた政策が具体的に出てこないとって感じかもしれないですね。で、ちょっとこれはまた政策、まあ、都議会選でっていうことでいいのかどうかわかんないですけど、政策関連ということで、築地、豊洲関連というところで、築地魚市場ですね。ちょっと落ち着いちゃいましたね。まあ、築地の、機能をすぐ残すという話が出て、急騰しましたが、まあ、ちょっと一服。で、築地に本社のある東都水産ですね、26円安8867円とは何でしょうね。逆に豊洲に本社のあるマルハニチロ続落25円安3010。あー、結構水産もちょっと厳しいんですかね。1332。あー、マルハニチロが悪いんですね、これはね。ちょっと長いチャートで見ます。1年の日水で、ちょっと丸半日の。まあ、日水があれですよね。何でしたっけ、増配でしたっけね、かなんかの材料で。よかったなと思った。極洋とか、こんな感じですかね。基本的にはやっぱり健康志向の流れを受けて水産いいよねっていう流れはそれはそれであるんだと思うんですけどね。はい。ということで。そんな、小池都知事関連銘柄でした。で、コメントの方に触れていきたいと思います。ちょっと毎日ベースなので、結構いろいろいただいてありがたいところですが、月曜あたりですかね、これは。有名な企業ほど株価の変動が激しいからね、大きく損失を出す可能性もある。トヨタの話をしていってて、多分、で、長期的に10年とか持ってたら、トヨタプラスなんないよって話。
まあ、トヨタは、まあ、ギリ、その、なんでしょう、ちょっと見にくいですから、突き足にしますけど、トヨタだったら、なんとか、配当でプラスになるかな、ぐらい、だと思いますけど、銀行なんか買っちゃったら、多分マイナスだよって話でした。証券とかどうなんですかね。証券もダメですね。野村、あ、全然ダメですね。全然ダメですね。本当にね。大事なことなので2回言いました。はい。こっちの方がいいかもね。あれですね。多分ですね。毎日アップしてる方がいいかもねっていう形なんですかね。まあ別になんか批判も特に来なかったんで、しばらくはこれでやってみようかなと思います。やっぱりネタはタイムリーにアップできるんで、いいかなと個人的には思っておりますが。あと50万くらいでやってほしい。3万円だと買える銘柄が限られすぎてて面白くない。おっしゃる通りなんですよね、本当にね。3万円ではなかなか厳しい。だから、あれかもしれないですね。もし3万だったらもう、ダブルインパスと日経レバーでぐるぐるやった方が、やりやすいのかもしれないですね。まあ見てて面白いかもしれない。まあ FX 感覚で楽しめる可能性あるかなと。あと、別に株に一応限ってはないんで、個人的には。まあ最初は、株から始めちゃったんですけど、なんか CFD やってみたりとか、そんなのもいいのかなっていうふうに最初は思ったんですよね。まあ結局株が一番話すことがいっぱいあるんで、いいなと思ったんですけど、まあ、ちょっと考えます。まあ、ただこの、総選挙終わった、このお金ない中で50万円新しく出したくないなっていう気持ちはちょっとあるんですが、まあ仕事頑張れって話ですね。はい。あと、アスクルは普通に小売りで買うより安いよねって話やられてます。アスクルが、あれですね、増益、かなり見通し良かったんですよね。アスクル、まあ、ちょっと落ち着いちゃいましたけど、50、違う、これ月足なんで、日足に。直しましてですね。あ、落ち着いちゃいましたね。一瞬でしたね、動きは。50円安、3355円ということで。アスクル安いんですけど、あれ、まあ私は結局まあ Amazon 使っちゃうんですけど、めんどくさいんで。送料とかも無料なんですっけ。だったらアスクルで確かにいいなっていう感じですかね。ああ、1000円以上の注文で配送料無料なんですね。なるほど。まあ、私は Amazon はプライム会員なので、何も気にせず無料なので買ってますけどね。うん、まあ、スクールの方が早いですもんね。当日、最短当日お届け。はい。ということで。まあ、もうあんまりどうなんでしょうね。材料的に、何ですかね、買ってる人たちとかいるのかもしれないですけど、うん、何でしょう、これ、この辺で結構買ったら戻ってくるかもしれないですね、そろそろね。違うや。ここ、GMO ペイメントゲートウェイがかなり戻ってきてるんで、実は。今日220円安で6830円っていうことで、まあ、昨日大きく上げた分戻しちゃってますけど、実はかなり戻ってきて、この、だから急落、情報漏洩とかあったところの水準も軽く、の前、直前の水準を軽く戻しちゃってるところなんで、結構ですね、アスクルもぼちぼち仕込んどいたら、戻ってくる可能性はあるんじゃないかなと思ったりしてますけど。はい。あと、任天堂なんか超値が下がるなのによく買いが続くものだね。もう、あれなんでしょうね。売りで持ってる人もいないから、買っていくだけなんじゃないですかね。まあ、あとね。もう3万300、もう400万ですもんね。でもなんか、任天堂に関しては、スーパーマリオランが、まあ、もちろんその、ポケモン GO から流れは当然始まってて、で、ポケモンを一服して、まあ、この辺ですよね、ポケモン。あ、違うや。あ、いいのか。
ポケモン GO のところですね。で、もうちょい長くできるかな。まあいいや、1年にします。で、スーパーマリオランがまあ話題になってきて、上がってきて、で、まあ落ちてきたっていうことですよね、この辺ね。で、まあその買い取り型というか、なんていうか、その、もう払い切り型スーパーマリオランが1200円出しちゃえばもう、あと別に追加課金なしで全部遊べるよっていう。で、なんか余計なアイテム買わなきゃいけないとかそういうのもないよっていうスタンスだったっていう中で、まぁ、ちょっと、民株のね、なんか新しい、なんか、こう、民株、株スクールみたいなのが始まるっていうので、なんか、その紹介動画みたいなのがあって、で、その講師の方が、任天堂、だからその、今のアプリゲームっていうのはやっぱりそういう課金、どんどん課金していくっていうスタイルじゃないですか、言うたら。で、まあそのスタイルに合わないし、あんまりこう、いい利益、その、なんだ、利益を、あんまりこう、なんですかね、どん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 生んでいくようなスタイルにはならないよねっていうことで、ちょっと、任天堂じゃそこで売りだよみたいな話を、その講師の方はしたんですけど、私はもうむしろそれは、やっぱり子供がやるっていう意味では、すごく健全だなと思っていたので、何言ってんだ、バカ野郎と思ったんですが、まあ上がってきてくれてよかったな。まあ、スーパーマリオランよりもね、スイッチで上がってきちゃったで、またそれはそれで別の話なんですけど、やっぱ任天堂ね、やっぱりちょっと特殊な会社ですから、京都銘柄はちょっと特殊だっていうのはありますし、で、無借金経営で、で、大阪2部上、大阪市場に上場していたね、メインの市場と大阪市場でしたから、ちょっとまあ特殊な企業ですから。そういうことで言うと、プレイヤー、ユーザー目線ってことをすごく考えてくれてるんじゃないかなと、私は思っているんですが。なので、まあこう上がってきて、まあ全然持ってないですけど、上がってきてくれて嬉しいなと。私は今もちょっと NTN が全然上がらないんで、なんだかなと思ってます。ベアリングが全然動かないんですよね。NTN、変わらず498円です。残念。同じく、ベアリング、米コールス、日本製鋼も変わらず。変わらずですかね。こっちも変わらずですかね。ジェイテックと30円高、1589円。まあ、米粉とか MTN はまだ横ばいぐらいなんですけど、ちょっとね、こっちは JTEC とは下がっちゃってきて怖いところですかね。うん、まあ、そんな話で。JTEC とかですね、JTEC の方を見てみたいと思います。JTEC 5円安241円。下げますね、またね。なぜ下げますか、そんなにと。なんかマザーズがなんかちょっと難聴だったっていうのはなんとなく見たんですけど、あ、結構下げましたね、マザーズね。2.84% 下落、34.36% 下げて、1175.60 ポイント。ジャスダック平均が、ジャスダックも下げたんですね。0.64% マイナスですね。じゃあまあしょうがないかな。そんなことはないんですけど。もうしょうがないということで、今日の評価額見てみましょう。はい、楽天の日経レバノンが9120円ということで、上がっております。130円のプラスですね。 JTEC が1800円のマイナスということで、合わせて1670円のマイナスとなりました。ちょっと50万考えたいですけどね、ちょっと、そうですね。まあ仕事頑張ります、とりあえず。はい。今日やっと、
ちょっと一つ重たい記事を書き終えたので、またちょっといろいろね、やりながら、できたいと。なとこですかね。なんだかんだ、まあ毎日、なんだかんだでアップ、ちゃんとアップできてよかったなっていう 一安心ということでですね。まあ、削るとこ少ないから楽でいいですね。週一でやってたときは本当に倍ぐらいの時間、アップする量、時間の倍ぐらいの時間取ってたんで、まあ、投げ投げっていうね。それをもう半分にする作業ってのがなかなか大変だったんですが、俺楽でいいやっていう。まあ、ちょっと、こう、なんか通知とか行っちゃう方はめんどくさかったかもしれないですけど。で、あと多分毎日は皆さん見切れないと思いますけど。まあ、時間あるときに、その当日のやつとかね、見ていただいて、まあもう毎日ちょっと切り口変えてるんで、まあできれば毎日見ていただくと、いろんな見方出てくるんじゃないかなという気はしますが。はい。ということで、で明日、メルマガ送りたいんですけど、ちょっと多分明日のお昼は間に合わないと思うんで、まあ明日中、まあ明日土曜日中か、もしかちょっと日曜になっちゃうかもしれないですけど、送ります。で、7月のカレンダーを、のパスを送りますので、そうですね。はい。あと、まあ、なんかいろいろ話したいっていう方は、公式 LINE の方もありますので、公式 LINE の方でメッセージいただいても結構です。ということですので。はい。ということで、6月23日、金曜日でした。